週11日からのインド訪問に合わせて、インド西部の高速鉄道計画に日本の新幹線技術を輸出することで合意したいとして、両国間で詰めの協議を進めています。 7% 台の経済成長を続けるインド、持続的な発展にはインフラの整備が不可欠だとして、インド政府は高速鉄道の整備計画を進めています。整備するのは最大の商業都市ムンバイと西部の工業都市アーメダバードを結ぶおよそ500キロの区間です。この計画に新幹線技術を輸出したい日本、10月インドで行われた鉄道の国際展示会には中国やドイツなど20カ国が参加する中、日本は最大規模のフォーラムを設けアピールしました。ついに見つけました。稼げる集客方法、これならほとんどの人ができるでしょう。 YouTube で月収20万プラスの幸せ人生、この動画を見ていただいているあなたに特別無料マニュアルをプレゼントさせていただきます。ここをクリックするとすぐ見れますよ。スマホの人は下の説明から見れます。